안녕하세요. 가오리입니다. 네, 오늘은 루네이싱 스타가 2 리벤지 오브 더 세븐 이라고 하는 루네이싱 스타가 2의 리메이크판이 나왔다고 해서 네, 데모입니다. 데모. 데모가 나왔다고 해서 한번 플레이를 해보도록 하겠습니다. 아, 저는 지금 스팀으로 지금 켰고요. 어떤지 매우 궁금합니다. 어떻게 이제 로맨틱 스타가 2를 구현했는지. 저는 로맨틱 스타가 2를 제대로 거의 안 해봤어요. 그래서 이참에 한번 플레이를 해보는 것도 괜찮겠다 생각이 들더라고요. 맨날 리 유니버스만 하다가 이렇게 리메이크 판으로 즐긴다고 생각하니까 좀 설렙니다. 그럼 한번 영상을 녹화도 하니까 한번 가볍게 해보도록 하겠습니다. 왼쪽 이미지가 희미하게 보이도록 노멀. 오, 세종왕제군요. 남자와 여자. 저는 남자로 하겠습니다. 이 캐릭터로 하시겠습니까? 예. 이름. 저는 가오리죠. 이 이름으로 하시겠습니까? 예. 마레라가 대국의 타밀. 오, 최중왕제 남자. 뭐 그래픽이 막 쏙 좋진 않은데 그냥 이제 옛날 게임을 리메이크해서 한다고 생각하고 하면 나쁘지 않죠. 오. ねえねえ、詩人さん、お話聞かせて。うわ、신기하다。ここに始まるは、遥かなる戦いの歌。偉大な帝国と麗しきアバロンの歌。そして代々の皇帝とその仲間たちの歌。この歌を歌い終えられるよう、精霊よ、我に力を与えよう。今は昔、皇帝レオンの時、帝国はアバロンの小さな国に成り下がっていた。大陸は朝のように乱れ、争いは絶えなかった。レオンは統一の志を立て、日々戦いに明け暮れた。彼には二人の息子があった。大しきビクトールと優しきジェラール。その日レオンはジェラールを連れモンスターの討伐に出た。ここのモンスターには付近の住民も苦しめられている。モンスターを追い払い、このダンジョンを封印するのだ。はい、父上。先遣隊との合流地点に着くまでの間、私が戦いの基礎を指南する。だが、これは訓練ではない。心して臨むのだぞ。遅れを取らぬよう、ついてまいります。お、神奇。おお。ケド移動、デシ。좌우 동료하면 한다. 오케이 오케이. 어이. 父上 몬스터 です.
そこや。行くぞ。ピルス様の。よし。はい、よし。や。せい。私がすべきことは。はい、や。いや、ジェラルイシ。どういうの？するもね。みんな、よくやった。아이저카메라가좀적응이안되네요아도망갔어지금의戦い方を学ばなくては。아수법이있었구나오회복이다되네다ライトボール。はい。私だってやれる。えい。見てよ。知らん。よし。私の番だ。や。怪我はないか、ジェラール。ジェラルが全部うつもねよ。や、동료어디있어？언제나와？오。陛下。お待ちしておりました、陛下。しばし休息を。いや、このまま最深部に向かう。しかし、この先にはさらなる強敵が潜んでいます。案ずるな。これはジェラールの初陣だ。はい、危険は覚悟の上です。よいか、ジェラール。我々はインペリアルクロスという陣形で戦う。私が中心に立ち、防御力の高いベアが先頭。両サイドをジェイムズとテレーズが固める。お前は私の後ろに立つ。お前のポジションが一番安全だ。安心して戦え。皆も頼むぞ。はい。ゲームには進んだ。おお。아장비두개까지インペリアルクロス。リクエスト展開。お、金妙。いや、よく聞かばんね。따라오는거구나
대시 같은 거 따로 없나? 아니 대시도. 합. 럼프. 합. 없어 없어. 맡아서 그래. 건나 각오 어떻게 또 오다. 야. 나의 반. 나의 쓰레기다. 스케치. 민나 요구 했다. 어떤 데 무슨
と。よし、行くぞ。よー、行くぞ。そうか、せい。あはー、そこ。私の番だ。いいぞ、くれ。どうだ。よし、私に任せて。今よ。いや、こんな、こんな我慢比べなら負けんぞ。私の番。いや、私だって。いや、進もうか。ウサギを같이쓰는거구나。よし、これで全てだな。術師たちが力を合わせ、一昼夜かけて術法を施す。これにより岩戸は固く閉ざされ、封印される。行くぞ、ジェラール。皆がお前の凱旋を待っているぞ。ローディング画面で、エンダートって怖いね。おお。ジェラール、民は強き国、勇ましい皇帝を望む。民の願いに応えるため、お前の兄を助けよ。はい、父上。私も兄上のように強くなって、皆の幸せを守るために戦います。父上、お帰りなさいませ。ヴィトル、ジェラール、怪我はないか。大丈夫だよ兄さん。父上の足手まといにならないようにするのがやっとだけどね。父上、弟は戦いよりも学問の方に才能があるようです。無理に戦闘に連れて行かずとも良いではありませんか。戦いは長子である私の務めです。伝説の七英雄が帰ってきたというが、争いが収まる気配はない。戦乱の世は当分続くだろう。多くの脅威にさらされる今、ジェラールも戦闘経験を重ねてビクトールの片腕として働かねばならんのだ。しかし帝国の未来のためにも、知略に秀でた参謀の助けは重要かと。ジェラールの才能は内政に生かすべきでは。陛下、オアイーブという女が謁見を願い出ておりますが。またか。連日熱心に通ってくるな。仕方がない、通してやれ。お目通りが叶いまして光栄です、皇帝陛下。まだお若いな。魔導士というから相当な年寄りかと思っておったわ。ビクトール、ジェラール、お前たちは下がってよいぞ。あの魔導士、今日はついてたな。
父上が話を打ち切る出しに使ったわけだ。ジェラール、実戦では何が起きるかわからない。無理するなよ。はい兄さん。ジェラールのも盛んで受けちゃけ。소리가 없어. 様は弓はお使いにならないのですか。遠くにいる敵にも有効な良い武器ですよ。私は弓は使えないよ。扱いが難しそうだ。そんなことありません。修行すればきっと得できます。私が弓の技術をお教えしましょう。無理じゃないかな。ジェラール様、彼に付き合うことはありませんよ。自分に合った武器を使うことが一番なんですから。相性のいい武器を使っているからこそ新たな技をひらめくというものです。そうだね、私には弓は向いてない気がするよ。そんなことはありません。レオン陛下の血を継いでいらっしゃるのですから。그 말을 들어주실 필요 없습니다. ジェラール様、陛下とのモンスター退治で剣の腕前は上がりましたかな。いや、人間向き不向きがあるからね。
それは当然そうでしょう。しかしだからこそ人それぞれの役割があるのです。でも本で得た知識は実践に役立ちそうもないよ。私はご覧の通りの体育ゆえ素早い動きは得意としません。その代わりに私は決して後ろに下がることはありません。殿下の防壁となって敵の前に立ちふさがります。己の短所と長所を知ればおのずと役割も見つかります。ジェラール様にも必ず何らかの適性と役割があるはず。諦めずに励まれよ。期待しておりますぞ。ありがとう。ご無理をなさってはいけませんよ。ジェラール様は文治に秀でたお方、無理に戦いに行かずとも。心配かけてすまない。だが少しでも父上兄上のお手伝いがしたいのだ。でしたら戦闘の基本ともいえる武器の技術を磨くといいでしょう。どんなに優れた武器であっても使い手の技術が伴っていなければ進化を発揮することはできません。修行を怠りなく。ありがとう。精進するよ。私にできることがあれば何でもいたします。どのようなさじでもお申し付けください。ジェラール様、学問の方ははかどっておられますか？いや、最近は父上とモンスター退治に行くことが多くて、ゆっくり本を読む暇もないよ。ジェラール様も鍛錬に励んでおられるのですね。レベル入った。ところで、戦闘の際、術は使っておられますか？術は実戦で使わなければ成長しませんからね。あいにく、術は学んでいないんだ。これはもったいない。術を使えば戦略の幅が広がり、モンスター退治でもきっとお役に立つでしょう。いいですわ。まずは私が火の術の初歩ファイアーボールをお教えしましょう。ファイアーボール、ファイアーボール、いやファイアーボールね。맵에 어디로 갈지를 표시해주기가 편하네. 제라르 様, 心配しておりました. 先のモンスター討伐、お怪我はありませんでしたか？ ああ、大丈夫だ。たまたま幸運だっただけのことです。もっと剣の技を磨かないと次は命を落とすかもしれませんよ。せめていざという時に自分の身を守るくらいの力は身につけてください。いざという時は君に守ってもらえさ。とても君のようにはなりそうもない。私を頼られても困ります。足手まといを守りながらの戦いなどこちらの命がいくつあっても足りません。わかった。できるだけ頑張ってみるよ。人間、向き不向きがあります。ジェラール様は学問でもしていればいいんですよ。ジェラール様、一つお教えしておきましょう。俺たちフリーファイターは雇い主の命令には従う。だがそれは
雇い主が命を預けるに値する人物と判断できた時だけです。要するに俺たちは優れた戦士にしかついていく気はないんですよ。ああ、覚えておくよ。天の功者ね。いやー、あったね。いやー、先ほどの女、何の話でしたか？ソーモンのクジンシーが危険な奴だと注意しに来たのだ。しかし、クジンシーも七英雄の一人。気を許してはいないが、そう無茶なことをする奴でもあるまい。あの女の警告と七英雄の伝説、どちらが正しいかはいずれわかる。今は国の平穏を取り戻すことが先決だ。父上、次はどこへ？東だ。ウォッチマンを討伐するぞ。地下に救う奴らを放っておけば、いずれアバロンに侵食してくるだろう。ビクトール、後を頼むぞ。はい、父上。ジェラール、頑張れよ。だが無理はするなよ。はい、兄上。では行ってまいります。落ち目そう。깔끔하네요와씨유마야A 를누르선생옮겨갈수있다
私の番だな。どうだ、行くぞ。ふっ、止めた。遅いわ。ふっ、私の番。狙った獲物は逃さないわ。負けるわけにはいかないのよ。先制攻撃のチャンスだ。よし。そうか。チャンス。どうぞ。こんな。我慢比べなら負けんぞ。どうだ。はあ。私の番だな。よし。私の番だな。よし。さあ、進もうか。この隙を叩く。これが手拍子。さあ次へ進むぞ。振動이왔어요방금연기하면은振動이오네요。아하父上の戦い方を学ばなくては。ひらめいたぞ。オーペリー、これだ。ああ、そこ。我慢比べなら負けんぞ。私の番だ。いや、私がすべきことは。いや、いい戦いだった。帝国にあだなす蛮族。えい。こんな。よし。こんな。どうだ。私の番だ。はあ。せい。よし。私に任せて。はっ。やあ。よし。我ら帝国は決して屈しない。皆さん、なんで走り続け。これが私たちの力だ。よし。こんな。はっ、倒した。やったか。本当に되게안되네。いい戦いだった。先制攻撃のチャンスだ。ダー、行くぞ。やった。
我慢比べたら負けんぞ。効かんな。任せてくれ。やったか。どれ。よし。怪我はないか。じゃあ。気づかれていないようで。
くぞ。やるね。勝負いいわ。そんな私に任せて。私の番。よし。こんな。はい。ライトフリー。一気に攻める。これは帝国の陣。私の番だ。はっ、倒した。私だってやれる。やっ、私に任せて。よかった、勝てた。この巣の後始末は城の者に任す。これで当面はモンスターに攻め入られることもないだろう。さて、そうと決まれば長居は無用だ。ビクトールの奴も心配しているだろうしな。そうですね。早くアバロンに戻って兄さんを安心させなきゃ。アバロンの気は何だ。귀한何があったのだ。まさかあれは。うち。ビクトール。兄さん。ビクトール、しっかりしろ。何があったのだ。父上、流し切りが完全に入ったのに。ビクトール。兄さん。私を見ろ。目を、目を開けるのだ。ビクトール。兄さん。見たままお話せ。ビクトールの最後。受けてみよう。な
ならばこれでどうだ。長すぎる。おお、なかなかやるな。だがまだ若い。まだ倒れるわけにはいかない。エピオン、命に変えてもアーマロンは渡さぬ。そいつは確かに正門の苦人士だと言ったのだな。はい。町にオアイーブという魔導士が滞在しているはずだ。探してここまで来るように伝えるのだ。はっ。苦人士、許しておかんぞ。クジンシーは信じがたいが、ではどうやって。ある秘宝を、力を受け継いで。伝承？ジェラールに。嘘だ、兄さんが死ぬなんてありえない。そんなこと信じるものか。入るぞ、ジェラール。お前が悲しみに暮れていても、ビクトールは喜ばん。ジェラール、行くぞ。弔い合戦だ。はい。전생벌써받았나소원으로간다잠깐끊고하겠습니다녹화때문에소문으로간다
差別。えい、狙った獲物は逃さないわ。突き通す視力を得たりはなんてんだよ。ゲイゾ、行くぞ。せい、よし、この調子で進もう。モンスターです。いかんな。そこ、私に任せて。はっ、うん、トッ、いかんな。どれ、狙った獲物は逃さないな。やったわ。やあ、私の番だな。どうだ。よし、いい戦いだった。ちょっと続けられない。これはチャンスでしょうか。やっ、行くわよ。我慢比べなら負けんぞ。どっ、止めた。任せてくれ。私に続け。これが天国の力だ。やあ、私の番だな。ふっ、私の番だ。よし、いい戦いだった。
憾な覚悟はできたか。どう止めた。私に任せて。私の番だ。やら。私の番だな。こんな。やった。やった。帝国に勝利。뒤통수 달리 요스 익소 야 요스 狙った 獲物は 逃さないわ 요스 私の 番だな どうだ 私の 番だ や やったわ。帝国に勝利。は。ちょ。あ、すごいね。おいおめ。私の番だな。私に続け。これが私だ。うわうわ。やった。この調子で進もう。점점攻撃を잘하게되는데。見逃してはくれないわよね。はっ。いや。武器売れてまだ。あそこ。任せてくれ。せっ。覚悟はできたか。止めた。どうか。やあ、私の番。わかったぞ。そうか。おお。さあ、帝国に勝利を。クンダーティトースタチギ。ああ。君を苦しめることは許さんぞ。あかんねえぞ。そこ。やった。行くぞ。覚悟はできたか。どれ。任せてくれ。行くわよ。ちょっ。そうか。これが。ヘビ。よし。怪我はないか。ジェラード。よりこんなっすね。プロアイテム。
行くぞ。よし、見ていろ、ジェラン。たっ、やっ、引かんな。はっ、えい、行くぞ。よし、みんな、よくやった。見逃してはくれないわよね。そこ、やっ、やったか。ちょっと待てぞ。こんな、任せてくれ。よし、いい戦いだった。あは、先制攻撃のチャンスだ。行くわよ。やったわ。任せてくれ。行こうぞ。これで終わりだ。仕留めた。私の番だ。えい、やっ、私の番。ドロッチ、帝国に勝利。忘记了。
父上の戦い方を学ばなくては。ダーン！狙った獲物は逃さないわ。見ていろ、ジェラール。いいぞ、私の番だな。くれ！聞かんな。私の番だ。はっ、行くぞ。はっ、行くわよ。やったわ。帝国に勝利を。父上、モンスターです。えい、やっ、行くわよ。チャッ、覚悟はできたか。くれ！
아, 나 비밀 긴지 모르겠어. 씨. 짜증나네. 저거 잡는 거 다 뒤지겠다. 일단 지금 어차피 지금 취합하는 거니까요. 学ばなくては。
モンスターです。行くわよ。そこ、やった。せい。これだ。私の番だな。この調子で進もう。戦い方を学ばなくては。やった。せい。くっ、止めた。やった。怪我はないか。じゃあ、私の番だな。覚悟はできたか。どうだ。私だってやれる。や、狙った獲物は逃さないわ。やっ、私の番だ。
倒した。そこ。はい。どうし。この調子で進もう。아니고가장기초수치이라삼よし倒す。狙った獲物は逃さないわ。行くぞ。よし。力の差は明白だ。攻撃のチャンスだ。뭐야
私の番だな。そうか、行くぞ。私に任せて。私の番だな。くれ。やっ、できたか。ふっ、私だってやれる。ターン、こんな。ターン、行くわよ。そこ私の番だな。どうだ。うわあ、しんがりは私が。あー、ちょっと焦った。帝国にあだなす蛮族に。やったか。はあ、行くわよ。そこはっ、どうし、この調子で進もう。私がすべきことは、はあ、行くぞ。どうだ、よし。我慢比べなら負け。この調子で進もう。私の番だな。よし、狙った獲物は逃さないわ。チャンス。我慢比べなら負け。やっ、やったわ。負けるわけにはいかないのよ。来たか、そのいでたち。貴様が皇帝だな。頭を下げてアバロンを差し出せば、我が重臣に取り立ててやってもいいぞ。息子の仇だ、覚悟しろ。そんな幼児か、くだらん。俺の力を見せてやったのに、勝てる気でいるとは。愚かな奴め。アバロンは実力でいただくとしよう。息子のところに送ってやる。よし、行くぞ。뭐야?
まだいけるか。すまない。そこ、私が守る。ありがとう。お、最後。何か様子がおかしい。父上！ほんの
オレック人士。どうしてジェラン、今のお前では勝てん。ここは引くのだ。しかし父上。いいだろう、見逃してやる。どうせそいつは死ぬ。皇帝の死を見れば誰もが俺の力を恐怖し服従する。城はその後もらい受けるとしよう。이불어맞은거지ジェラール。はい、ここにおります。いけません、安静にしていなければ。ジェラール、お前が次の皇帝だ。お前はクジンシーと戦うねばならん。はい。だが今のお前では勝てん。私の力を受け継いで戦うのだ。いいな。あ、いえ、言えばきょんだ。はいはい。違う、もっと真剣になるのだ。あの魔導士は伝承法というものを教えてくれた。伝えるものと受け継ぐものに強い意志があれば志と能力を受け継ぐことができるのだ。あの女が何者かわからんし、ただの出任せかもしれん。しかし、お前とこの国が生き延びていくには、この方法に頼るしかないのだ。奴の必殺技、ソウルスティールは見切った。この見切り、お前に伝えよう。父上、まさかそのためにクジンシーと戦ったのですか。あのメギツネメが父上をそそのかして。ジェラール、今は国家の、いや世界の存亡にも関わる大事だ。私のことなど取るに足らん。しかし父上、そのようないかがわしい術を私は聞いたことがありません。私も初めは疑った。だがその後、女の言葉は現実となった。クジンシーはビクトールを手にかけ、今帝国をも我が物にしようとしている。伝説では七英雄は世界を救ってくれるというが、実際はどうだ。あのクジンシーには世界を救う気などないようだ。奴が偽物なのか、それとも伝説が伝説に過ぎぬのか、どちらにしろお前は強力な七英雄に立ち向かわなければならんのだ。奴らがクジンシーのように残忍な奴ばかりだとすれば、七英雄を倒さん限り世界の統一も人々の平穏な暮らしもない。お前は自らの人生を捨てて戦う決意はあるか。はい。よし、長く苦しい戦いになるだろう。だがその決意がある者に力を受け継いでいくのだ。ジェラール、私の魂は常にお前と共にあるぞ。さらばだ。父上、父上、父上。父上。先生。
계란을 밖에 없잖아 어차피. 魂が奮い立つようなこの力、次々に蘇る歴戦の記憶、これは父上の。おー、震動。마지막까지지원판을플레이해주셔서감사합니다아여기서끝났네요아아쉽지만보상을하고타이틀로돌아가기네여기까지로맨싱사가리벤지오브더세븐네해봤습니다생각보다리메이크가잘됐고요예전에로맨싱사가2를해봤던느낌을잘살리고있네요조금이제발전된그래픽으로당시의로맨싱사가를즐길수가있을것같습니다그래서지금딱도입부만즐겼는데도재미가있어요그래서나중에정식출시가되면한번제대로해보고싶은그런마음이있습니다네제가또로맨싱사가리유니버스를했잖아요그래서그거랑뭐거의다를게없는감각으로즐길수가있네요보니까근데확실히그원래로맨싱사가2가좀어려웠거든요그래서그런게좀있는것같습니다실제로그전투를계속지쳐야되니까좀빡세다는그런느낌네하지만뭐고전 RPG 의그런감성을즐기신다면네충분히즐길만한게임이지않나생각이듭니다네아무튼그러면이번영상이렇게마치도록하겠고요다음에정식출시가되면한번그때제대로즐겨보도록하겠습니다네그러면봐주셔서감사합니다가오리였습니다